16号整形外科山田詩織枕研究所の山田詩織です。こんにちは。こんにちは。なんか悩んでるんですか？はい、自分では自覚ないんですけど、友達になんか、お前肩こりひどいなって言われて、肩こりがひどい。はい。自あ覚はないんだけど、まあ、どうしたらいいのかなって悩んでます。そうなんですね。確かに肩こりって捉えどころがないんですよね。まあ昔はですね、樋口一葉肩がこなんて言われたぐらい、日本人にとって肩こりってとってもポピュラーな、よくありありふれた、まあ、症状だったんですよ。例えばアメリカ人、快活な元気のいいアメリカ人には肩こりがないなんて昔は言われましたが、そんなことはなくて、まあ、同じような症状実はあるんだけど、その肩こりをじゃあアメリカ人はヨーロッパの方々はどう表現するかっていうことが、まあ、違うというだけで、同じような症状は同じ人間ですから実はあるんです。そのように肩こりっていうものをなんだか複雑にして、よくわけわからなくしてしまっているのが、肩こりに明確な定義がないからだと私は考えています。最近整形外科医も非常にこの肩こりってことを研究する方も増えてきているんですよ。はい。で、徐々に分かってきたことをちょっと取りまとめて、今日は解説していきたいと思います。こちらをご覧ください。まず肩こりね、どんな部位に肩こり起こるか丸してみてもらえますか？ここじゃないですか。はい。他には？他ですか。肩こりなんでここじゃないですか。首こり起こったこともないですか？首はまあ凝ることはあります。ありますよね。はい。丸してください。はい。わかりました。ありがとうございます。やっぱりね、皆さん首こり、肩こりって聞くと首、肩っていう感じしますよね。でも実は肩こりの範囲もっともっとあるんですよ。ここだけではなく、肩甲骨周り、右も左も、腕、肘、ひどいと手の方まで、それからここ腰ですけどね、腰の上においてはいわゆる背中、それから、まあ、前を向けば胸、こんなところまでものすごい広い範囲を司っているんです。広範であるっていうことが、一つ肩こりを捉えどころなくしていることの要素かなと思うんですね。ここだけだったらここが痛い、ここが凝ればいいけど、いろんなところに出る症状が、これも肩こりの一部だとすれば、なかなかやっぱりどこが痛いから肩こりって言いにくくなってしまう。でもこんなところまで含めて肩こりの症状が出てることがあるんだよっていうのをちょっと念頭に置いといてください。では次、症状です。はい。もちろん肩こりっていうんだから凝りはありますよね。でも中には痛みと表現する人もいます。こわばりっていう表現をする人もいます。こわばりと凝り、違うかというと、その人の感覚で発している言葉なので、もしかしたらある人はコリって言ってるけど、同じ症状をこわばりって呼んでるかもしれない。また突っ張り感、張り感、それだったらあったことあるんじゃないですか。突っ張ってる感じは、はい、あやっりまぱすよね。向こうとすると、なんか突っ張り感がある、見違えたと、肩こりが起こって突っ張り感がある、それ肩こりと突っ張り感分けられますかっていうと、分けられないじゃないですか。線引きできないじゃないですか。だからこのような突っ張り感も凝りの一部の感覚かもしれません。また中には患者様、なんとなく冷えるんですよ、冷たいんですよっていう言い方もするんですね。なぜそうなるかというと、そもそも肩こりの原因っていうのは首の神経が多いんですね。もちろん肩の関節のこともありますが、首の神経が悪くて肩が凝ることが多いとすると、その神経が傷んでいれば冷感、冷たいっていう感じを中から感じるんですよ。触ってみると別に冷たくないのに、中がじわーっと冷たい感じがする。それも肩こりの同じ場所にある症状だったりするわけです。表現は異なれど、
もしかすると同じ肩こりを語っている表現かもしれないわけです。はい、では次、原因ですね。特発性肩こり、これ特発性、ちょっと難しい言葉ですけど聞いたことありますか？あまり聞きなじみないですね。ないですね。特発性と言います。難しい言葉ですけど、要はですね、一言で言うと大した原因もなく起こっていることなんですよ。はっきりした原因が分かっていれば何々性の肩こりって言えるんですが、なんとなく疲れたから肩が凝る、ここのとこ残業が続いてちょっと眠れない日が続いて肩が凝る、昨日運動会で走ったから肩が凝る、いろんな原因ありますよね。そういう一時的に起こってまたさらっとなくなっていくような、数日数週間ぐらいで消えていくようなものっていうのは一過性の一時的な特発性の肩こり。あ、精神的緊張もありますね。明日プレゼンだから今日はなんか肩が凝るみたいな、そういうのも特発性の肩こりです。では次に症候性。これなんか症っていうのついてるからなんだかわかります？なんか他の症状、病気が、うん、そうですね、はい、その通りです。症候性と読みますが、症状の症、病気のことですね。例えばですよ、昨日もそうです。患者様が高血圧がひどくて、肩こりひどかったんだけど、内科の先生に血圧の薬もらって飲んだらなんと肩こりすっきり取れちゃったっておっしゃったんですよ。高血圧、脳血管障害、脳梗塞、鼻の耳鼻科系のアレルギー性鼻炎、喉が痛い、咽頭炎、喉頭炎、さまざまな病気から病気がベースにあって起こってくる肩こり、例えばそう、胆石とかね、そういうのも背中が痛いみたいなことが起こるので肩こりとの境目が分からなかったりする、腎臓の病気でもそういうことも起こるんです。なのでさまざまな病気から起こってくるものを症候性肩こりと言います。最後に心因性、これどんなイメージですか？精神的というかストレスとかそういう、そんな感じですね。心が病むという場合に、ここの心が病んで肩が凝ってしまう。だから実際に触ってみると全然筋肉柔らかいんですよ。だけどご本人は肩が凝って肩が凝って辛いって言うわけですよね。それは心が病んでるからということで、もちろん精神病といって病気の方もいらっしゃいます。一過性のストレスで、心が病んでいる時にもそういった症状が出ます。はい、このように原因で分けてみると特発性、症候性、心因性、さまざまな原因がある。だから自分が肩こりかどうかを判別するときに、思い当たるベースとなる病気や心の痛み、不快感ないかっていうのをよくよく自分で観察してみると原因が見えてくるかもしれません。はい、つまり肩こりというのはこのようなさまざまな場所に、こちらで示した多彩な症状、感覚ですね、いろいろ人によって表現違う、こんな症状が出て、そして何か思い当たる原因があるかどうか、もう一回いきますよ。このような場所にこのような症状が出て何か思い当たる原因があるかどうかによって、結果的には一言で言うと不快感を感じるかどうかっていうことが肩こりの、まあ、診断というか肩こりの、がどうかを自分で判定するポイントになると思うんです。はい、逆に裏返して言えばですね、ある患者様が、まあ、おっしゃったように友達とか美容院とか理容院とかに行って、あなた方バリバリに凝ってますね、大丈夫ですかって言われた、そんな方いるんですけど、でも本人は何にも苦じゃないんですよ。私全然肩気分的に悪くありません、不快感ありません、この人を肩こりと呼ぶかというと私は呼ぶ必要がないと思うんです。あくまで今日説明したような症状が自覚、自分で感じてそれを嫌だなと思ってるとすれば肩こりに対する治療をした方がいいけど、全然なんともない、別に仕事もできる、家のこともできる、趣味もできるとすれば
肩こりで悩む必要はないです。そんな風に考えていただければと思います。捉えどころのない肩こり、友達に指摘された肩こり、どんな時は注意しなきゃいけないのか自分でわかるセルフポイントについて今日はお話してまいりました。ご理解いただけましたでしょうか。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。